観光バス高速バス、日本最古の乗り合いボンネットバス、香港ツアー会社専用の観光バス、友鉄道株式会社は、広島県東部の沼熊半島を中心としたエリアを中心に営業するバス会社である。福山駅と友高とを結ぶ鉄道に期限を持つ会社であるが、1954年の鉄道路線廃止により、バス事業専業となり友鉄グループの 中核企業として、現在に至る。本社は、広島県福山市沢町197番地1。素行である、鉄道路線についての詳細は、友鉄道線の記事を参照。詳細な運行案内は、外部リンクの友鉄道サイトを参照。内は共同運行会社。高速バス廃止路線一般路線バスのエリアは、福山市の福山駅。 松永駅を中心とし、継承地ともの裏と結ぶかつての鉄道線を継承する路線のほか沼熊半島の一帯及び、内海大橋を経由して、沼熊半島の南側の島し部に路線を持つ。その他、松永北部、北東部にも路線が伸びており一部は、尾道市中心部、浦崎地区に達する。なお、現在は、三原市で二路線を運行しているが、こちらは、 独立したエリアとなっている。以下に、主要な運行区間を示す。2017年4月1日より、福山地区、尾道地区、三原地区を除くで、路線番号を導入している。午前、午後の2コースあり。午前コースは、日本最古の乗り合いボンネットバスで運行。廃止三菱不走トラックバス制と、日産ディーゼル制を主に、日野自動車制と一鈴自動車制を保有。 車両には、車両番号が付けられており、以下の法則に基づいている。例、H0 から0152018年8月に、解体が始まった、友鉄ビル1971年、大英福山店の東館として建設されたビル。地下1階、地上8階、延べ床面積9400平方メートルの、規模であった。大英の撤退により、友鉄グループの所有となった。 大英撤退後は、書店、コンビニ、居酒屋、カラオケ、ゲームセンターなどのテナントが入居。友鉄セブンが管理運営を行った。1981年からの新体新基準を満たさないために解体方針となった。解体は2018年7月より開始され、2019年3月までに終える予定。 北緯34度29分19.1秒、統計133度21分42.1秒、北緯34.488639度統計133.361694度、34.488639、133.361694。ありがとうございます。